安田雅史と的場浩司のセカンドベース。皆さん、安田雅史です。お元気でしたか？こんばんは、的場浩司です。よろしくお願いいたします。先月からスタートいたしました新番組セカンドベース。この番組は若手俳優僕安田雅史と新人俳優私的場浩司の2人で、進めてまいります。そして番組タイトルにもつけていただいたこの新番組タイトルセカンドベースですが、まあ、これは僕が野球部出身だからつけていただいたというわけではなく、まあ、2人とも俳優として、まあ、次セカンドの土台ベースになるようにという番組プロデューサーさんの期待に応えられるように頑張っていきたいと思います。はい、初のレギュラー番組ということで緊張しておりますが、少しでも安田先輩の足を引っ張らないように頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの番組セカンドベースは再編集映像配信版として、まあ、放送後約1週間程度で、まあ、YouTube にアップしていただきますので、まあ、ぜひラジオセカンドベースで検索していただきますようお願いします。それではパーソナリティを務めさせていただきます僕安田雅史の自己紹介をさせていただきますと、はい、1996年生まれで栃木県出身です。はい、まあ、高校までは野球一筋で頑張ってまいりましたが、現在はエキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。まあ、限られたチャンスの中で、まあ、できればずっと続けてきた野球に、俳優として出演することが、まあ、ささやかな夢として頑張っております。まあ、そしてですね、はい、まあ、今年9月にブルガリアで開催される東ヨーロッパ最大のサブカルイベント、はい、アニベンチャー2019にて、まあ、世界初上映が決定した映画22世紀寓話にも出演させていただいております。まあ、この作品、まあ、現在予告編が YouTube で公開しておりますので、ぜひ皆さん一度ご覧ください。皆さん改めまして、新人俳優の的場浩司です。山形県酒田市出身の21歳で、現在昭和音楽大学ミュージカル科に在学中です。現在は安田さんをはじめ諸先輩方に全く及ばない芸歴ですが、少しずつエキストラやスタンドインなどに参加させていただきながら、ワークショップや DVD レッスンなどで日々勉強しております。親からいただいた高い身長に負けないぐらいの高い目標を持って、皆様にまずは的場浩司の存在や名前を覚えていただけるように頑張っていこうと思っております。それでは今回の最初のコーナーはもっけだの山形のコーナー。いや浩司君、はい、やっぱりそのもっけだのインパクトがさ強すぎて、はい、これからの情報が入ってこない気がするんだけど。そうですか、そうですか。あの、もっけだのは山形の方言で、ありがとうっていう意味で、うん、ありがとう山形ということで、僕のふるさと山形の魅力を紹介して。分かってる。意味も前回聞いたし、でもそのネイティブなもっけだのを聞くと、はい、もう全部なんかどっか行ってしまうんだよ。ああ、そうなんですか。じゃあ全くもってそうなんだよ。はい、ということで、まあ、緊急企画、はい、やっぱり山形県なかなか手強いぞのコーナー。なんですか、まあ、いいからでは浩司君、今から僕がいわゆる標準語で、はい、まあ、ある、はい、まあ、短い文章をお伝えしますので、はい、まあ、山形弁、はい、翻訳してください。はい、いきますよ。はい、お味噌汁をかき混ぜる。お味噌汁をけもする、もしくはあの違うところだと、はい、かますっても言いますかね。かます。はい、じゃあ次、コーヒーに砂糖を入れてかき混ぜる。コーヒーをけもする。コーヒーをかます。コーヒーをかますの。かます。え、なんかさ、かますってさ、なんかそのかます、あいつなんかかましてんなとか、なんか睨みつけじゃないけどさ、ガンかけるっていうさ、俺はそう感じ。なんかさ、コーヒー嫌いなの。いやいや、そんなそんなコーヒー嫌いに、コーヒー嫌いだからかぎます、ね、そういうことじゃないです。あ、そういうことじゃない、ね、そういうことじゃない。ああ、なるほど。はい、じゃあ次、次ですか。はい、体がだるい、疲れた。体が怖い。怖い。怖いですね。はあ、じゃあ疲れたので早く寝よう。こう怖いから早く寝よう。これネイティブ的に言うと、うん、怖いから早く寝ようってなります。え、浩司君、お化け嫌い？え、どういうことですか？だって怖いってさ、普通なんか、あ、なるほど、感情の怖いじゃないの？怖いから寝ようってことですか？あ、そうそう、その霊的なものが怖いから。そう、霊的な怖いから寝ようっていうことでしょ？違う。違いますね。違うらしいです。すいません、ね。じゃあ次、はい、ね、数字の一に丸で。数字の一、はい。はい。丸一。で、丸一を丸一。丸一は一丸です。
106、はい、じゃあ数字の2に丸、はい、丸2、それ20です。20、え、じゃあ10、はい、20、30ってこと？そうです、40、全部そうです、50、60、はい、へえ、ダメだ、まあとりあえずクリア対象になってしまいますが、はい、まあ、山形弁はですね、まあ、とてもハードルが高いということで、うん、まあ日本は広いということが分かりました。また、はい、まあ、次回もチャレンジしていこうかと思いますが、はい、まあ、時間の関係もあるんで、コシ君、はい、まあコシ君のコーナーもっけだのうの山形です、どうぞもっけだのう山形あーごめんなさい、はい、かしこまりました。ではね、今回は前回の引き続きなんですけれども、はい、地理編第2弾ということでお話しさせていただきたいと思います。はい、ちょっと改めてその山形県の位置を簡単にご説明させていただきますと、はい、東北地方の西、日本海側に位置しておりまして、はい、東京からだと300キロほど離れております。はい、山形新幹線だと約3時間ほどの距離に位置しております。はい、前回は山形の山マウンテンですね、はい、じゃあマウンテンと川と気候についてお話しさせていただきましたが、はい、今回は山形の魅力あるいろいろな山マウンテンに焦点を絞ってお話しさせていただければと思っております。はい、まずはじめに山形県は、北西に庄内地方、北東に最上地方、中央に村山地方、南に沖玉地方、こちら沖玉は物を置くに賜ると書きと読みまして、沖玉と呼びます。沖玉地方と分かれており、その中に、庄内地方北部には、山形県で一番高いとされる山鳥海山があります。はい、標高は2236メートル、出羽富士とも呼ばれ、日本百景の一つに選ばれている名山です。はい、また、庄内地方村山地方に広がる山々は、リスナーの方々も、もしかしたらお聞きになったこともあるかもしれませんが、出羽三山があります。はい、これは、羽黒山、月山、湯殿山の3つの山を総称した呼び名であり、江戸時代には、西の伊勢参り、東の奥参りとも言われ、あのお伊勢参りとともに人気を博したそうです。羽黒山は、国宝の五重の塔や、羽黒山の神社である、出羽三山神社に続く2446段の石段が有名です。月山は、万年雪と呼ばれる1年を通じて溶けることのない雪が存在するため、4月から7月まで、夏スキーを楽しむことができます。湯殿山は、こちら三山のうち最も神聖な場所であり、はい、湯殿山神社本宮では、写真撮影禁止、土足の参拝は禁止とされています。そして、こちら次にご紹介させていただくのが、はい、最上地方、村山地方にかけて広がる山々をご紹介させていただきたいと思います。はい、山形県と、秋田県、こちら右、はい、山形県の右に位置する秋田県 の、はいはい、県境に位置する、奥羽山脈という山脈がありまして、その中に、蔵王連峰、そして吾妻連峰、こちらの吾妻は、漢数字の五に口と書きまして、あ、そして結婚されている女性という意味の妻という書きまして、吾妻連峰があります。はい、ちなみに、こちらの蔵王連峰は蔵王山という山があるわけではなく、山々の総称のことを言います。はい、ではこちら、なぜ蔵王という名がついたかと言いますと、平安時代に、奈良県吉野にある金峰山寺に祀られていた、主権堂の本尊である、蔵王権現をこの地に勘定、つまり、分け与えられまして、試験者が、修行するようになったため、蔵王山と呼ばれるようになったと言われています。また、山寺という呼び名で有名な立石寺もあり、松尾芭蕉が訪れ、静かさや岩に染み入る、蝉の声を読んだことで有名なお寺とともに、東北の草津と呼ばれる、蔵王温泉もあり、隣接する、はい、蔵王スキー場は、単独のスキー場としては、日本一の広さを持っております。はい、年間約60万人の入場者があるそうです。そして最後にご紹介させていただくのが、南の沖玉地方、こちら先ほども申し上げましたが、物を置くに賜ると書きまして、沖玉地方に位置する吾妻連峰、こちら吾妻連峰は先ほども申し上げましたが、漢数字の5に、口、そして、結婚されている女性という意味の吾妻連峰が、連峰には、東西 20km、北東 10km にわたり 2000m 級の山々が連なっております。最高峰は、西吾妻山の、2035m で、日本百
名山に挙げられています。夏は避暑地、冬はスキー場として年間を通じて観光客が訪れる観光地の一つとなっております。今回ご紹介させていただいた山々以外にも、魅力的な山や温泉も多くあります。こちらも機会を見てご紹介させていただければと思っております。はい、もしこのモッケダの山形のコーナーをお聞きいただき、この夏のご家族の旅行プランの候補に一つにでも入れていただければ、まさにモッケダのです。ぜひ皆さん一度山形にお足を運びください。はい、以上モッケダの山形のコーナーでした。思いっきりゲーマー2のコーナー、改めまして現在放送中の、番組セカンドベースは安田正史と的場講師でお送りしております。さて続いてのコーナーは、はい、思いっきりゲーマー2、まあ、前回もご紹介ご説明させていただきましたが、はい、まあ、なぜ2かというと、まあ、このコーナーも前に僕が担当していた番組であったので、はい、まあ、なんかゲームっぽく作家さんが2をつけていただきました、はい、まあ、ということで、まあ、このコーナーは、まあ、ゲーム好きな僕が、まあ、独断と偏見で昔やっていたゲームや、まあ、今流行りのゲームをいろいろとご紹介させていただくコーナーです。はい、まあ、さて今回このご紹介するゲームはですね、はい、まあ、ライオンスタジオからリリースされていますハッピーグラスというスマホアプリゲームです。配信日は、配信日は2018年の8月29日です。はい、まあ、このゲームを簡単に説明しますと、はい、まあ、画面に線を描いたり、はい、オブジェクトを描画したりすることで、まあ、出てくる水をコップに入れるということでクリアになります。まあ、クリアの条件として、まあ、全ての水をコップに入れる必要はなく、まあ、コップが満杯になれば OK です。はい、まあ、ちなみにコップが入っていないコップは、まあ、悲しんでいるんですが、まあ、この、はい、あのクリア条件の満杯になるとそのコップくんが笑顔になるんです。笑顔になればゲームがクリアということで、で、まあ、これもクリアランクというものがあり、はい、星1から星3で、はい、まあ、評価されるんですね。そのクリアがどうだったかという。はい、で、まあ、全620種類の問題があるんですね。結構多いんですよ。多いですね。はい、で、なぜこのゲームを今回紹介するかと言いますと、はい、まあ、このゲームを知ったのは、まあ、たまたま、はい、まあ、動画共有アプリ、まあ、YouTube などですね。はい、で、まあ、動画を見ていた時の、まあ、よく広告入るじゃないですか。はい、そうですね。はい、その時の一つのゲームとして広告が流れて、あれこれ面白そうかなっていう、そのただただただあのコップに水を入れるだけのゲームなんですが、でもなんか難しそうだなって一瞬思って、で、そうなんですよ。で、まあ先ほどもご説明しましたが、まあ線を描くだけで、まあ簡単な操作なんですよね。その水が流れる道を作ってあげるみたいな感じなんですけど、なんですけどこれがなかなか難しくて、結構頭を使うんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。まあいろいろあって、そのオブジェクトが邪魔だから、その線を描いて、その、あの、うん、違う道を、うん、そうですね、通してあげるとか。そうなんですよ。ちなみにどのぐらいまで進んでるんですか。今ですね、さっき620種類あ、すごい多いなと思って、多いじゃないですか。うん、まあ初めはすぐもう本当に、あ、もうこれはこれだみたいな感じの、うん、最初はね、最初は分かるんで、そうですね、スースーいくんですけど、はい、後半から全然後半じゃないんですけど、まだ217ぐらいまで、3分の1ぐらいですか。3分の1ぐらいなのに、まあ、前半じゃ全然、まあそうですね、半分300だから、はい、約、はいはいはい、なのにもうもはやあのちょっと詰まる時がある難しい。そうそうそう、そうだからこれからそうなんだよね。まあなかなかね、その最近の暇つぶしゲームとしてこれを使ってるんだけど、全然進まないわけよ。そう、僕もこれあの YouTube で同じように見たことがあって、すごいやってみたいなって思って。いや本当、あの可愛いですよね。そうそう、顔がコップ君の、ね、顔が本当ね、悲しんでるんだよ。そうそう、あ、こいつかわいそうだなって思ったしかうんだよ。 で、ね、こいつを笑顔にさせられるという、このなんだろう、優越感ではないけど、この幸福感。そうですね、あ、なんか育ててる感じがありますよね。そう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 、なんだけど、そう、それで、そうですね、そう、まあこのいうゲームは、まあ長なずっとね、長くやるゲームではなく、まあ、ちょっとした空き時間とかでやるゲーム、暇つぶしみたいなもんですね。そうそうそう、先ほども、ね、暇つぶしでやるんで、いいね、だからちょこちょこ進めてるんですけど、はい、全然進まないという、
本当にこれ難しい。本当リスナーの皆さん一度でいいからこれはやってほしい。大体50ぐらいまでは簡単なんです。簡単というかまあ、うんうん、スラッといけるんですけど、そう50超えて100あたりからもうあれってそのクリアランクってさっき一番初めに言ったじゃん、はい、の、はい、なんだろう、僕その完璧主義者っていうわけじゃないけど、3を取らなきゃ次に行きたくない人、クリアランク最高ランクの3を取らなくちゃ次に行かないというその自分のルールみたいなのを作っちゃって、うん、じゃあこの200何個はもう全部全部全部すごい全部3だよ。それ以降もう手つけてないってこと。そうそうそうなるほど問題見たくないみたいな完全なあれ、このコップくんを最高の笑顔にさせるのを俺は一生懸命やってる本当にそういうバカみたいな考えでそういうゲームやってるから俺そういうためにあるゲームです。あ、確かにね、そういう暇つぶしのためにあるゲームだ。そういうゲームだから ね、はい、はい、ということで今回こういう、まあ、ちょっとした暇つぶしのゲームアプリとかも、うん、ご紹介させていただこうかなと思いますので、はい、まあ、コシ君知ってるならちょっとやってほしいかなって思うね、はい、ので、ぜひ僕が紹介したゲームをやってください。わかりました、はい、やらせていただきます。まあ、やれたらでいいから、はい、はい、ということで以上思いっきりゲーマー2のコーナーでした。お楽しみプレステージ、続いてのコーナーはお楽しみプレステージ。このコーナーは、前回の僕が担当させていただいたコーナー、今月のプレイリポートに連動する形で、プレイリポートは、実際に見に行かせていただいた舞台の感想などをお届けするコーナーに対して、このお楽しみプレステージは、これから見に行こうと思っている舞台などの、上演情報を僕の好みというかいわゆる独断と偏見で、ご紹介させていただくコーナーです、はい、それでは、早速ご紹介させていただきます。ちなみに、今回お伝えさせていただく舞台は、はい、全項目とも、ストレートプレイ、いわゆる、普通の演劇のものであることをご了承ください。はい、わかりました。まず、第一に、最初に、ご紹介させていただくのが命ギガ流すという作品です。公演日は、東京公演が7月4日から7月21日、場所は、ザ・鈴なり下北沢駅から徒歩5分のところにあります。小劇場専用、小劇場演劇専用の劇場となっております。出演は、松尾鈴木さん、安藤玉恵さんのお二人です。はい、で僕がこの作品を見たいと思ったところがですね、うん、この二人芝居というところなんですけれども、ほうほうほう、安田さんは二人芝居とかって見たことありますか？まああるけど、そうなん、はい、僕今まで見たことがなくて、お、本当？この作品のこうパンフレットを見た時に、あ、二人芝居ってどういうものなのかなって興味がありまして、先ほどのあの YouTube でお見させていただいたんですよ。お、本当？ YouTube でその二人芝居を調べてみて、こう何作品がこう合わせて見させていただいたところ、うん、なんかこう一般の演劇というか大多数の方々がこう、うん、出ている演劇よりもなんと言うんでしょうね、こう見やすいというか、あ、まあ2人しかいないからね、から、まあ、見るその視点が絞られるからね、うん、そうですね。なんか僕もまだこう下っ端というかまだ新人なので、正直どう見ればいいのかっていうのがまだこれからっていうところはあるんですけれども、まあ、まあ確かにね、まあなんかこう新しい演劇という感じ、そうだね、演劇スタイルという感じでちょっと勉強しに行かせていただきたいなと思って思いました、ね、あともう一つこの作品ちょっと見てみたいなと思ったところが、うん、この命ギガ流す、そう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 、それ俺も思った、なんだろうこれ命、ね、しかもさこの、 あのギガ流すのこの、うん、あのひらがな、ギガ流す、ギガと、そうです、ね、ギガがもうカタカナなんだよね、そう、命ギガカタカナで流す、ね、そうですね、カタカナで、はい、なんだろうこれインパクト強いな、そう、僕もインパクトが強いって思ったのと、うん、この僕命って言葉に結構惹かれる部分があるんですよ。なんかそういうなんて言う、わかります？まあ、命ってすごい惹かれませんか？確かに命ってね、かけがえのないものだからね、そう、なんかそうですね、そうですね、なんかこう内容が気になると言いますか、どう展開されるんだろう ね、 そうですね、それがギガ流すだからね、うん、どのぐらい長いの想像できない、ね、しかも二人芝居って考えるとね、すごいから、うん、だからそうだね、その甲子君がその、うん、なんだろう、興味持つ、そうです、ね、俺もなんかちょっと分かった気がする、そうですね、ぜひ見に行っていただきたいと思います、はい、で二つ目に、ご紹介させていただくのが、はい、キネマと恋人という作品です、はい、公演日は、東京公演が6月8日から、6月23日までやっております、はい、場所は世田谷パブリックスシアター、はい、三軒茶屋駅直結の、劇場となっております、
出演は、妻夫木聡さん、はい、小川珠樹さん、はい、友坂理恵さん、他大多数の、出演者がいらっしゃいます、はい、僕が、この作品を見させていただきたいなと思ったのが、はい、もう僕あの伊藤聖光さんという方、あの小説家とか、小説とかあのラジオとかやられてる方がいらっしゃいまして、うんうん、その方をすごい尊敬していまして、うんうん、その方がこちらのパンフレットにこう書いてたんですね。その劇評として、うん、群を抜いたテクニック作品、転換に次ぐ転換まで、美しく細かく、しかもその上位に役者と物語が常に切なさを伴って存在し続ける。これを聞くとなんか引き込まれると言いますか。確かにね、群を抜いたテクニック作品ってどんな、ね、群を抜いたってっていうか ね、 そうですね、テクニック作品じゃなくて群を抜いてるもんね。すごいね。そうですね、これ調べてみたところ、うん、他にもこれ2016年に初演がありまして、こちら、再演という形なんですけれども、なるほど、その初演の時にいろいろな賞を受賞されている作品だということで、なるほど、今回は、再演ということですごい、じゃあぜひその、そうですね、具を抜いたテクニック作品そうですね、しかも転換に次ぐ転換だから、ね、結構ね、あれなんかな、その物語の運び方もうまいな、うんうん、これ内容といたしまして、うん、なんか1930年代の日本を選んでるというか、こう舞台になってるみたいなんですよ。ちょっと昔、そうですね、へえ、ぜひ見に、興味がある方は見に行っていただけたらなと思います。はい、そして、3つ目、最後にご紹介させていただきますのがドライビングミスデイジーという作品です。はい、公演日は、6月22日から7月15日までやっておりまして、場所は、紀ノ国屋ホール、新宿駅徒歩5分のところにあります。はい、出演は市村正親さん、草笛光子さん、堀部圭介さんが出演されております。でこの作品は、1989年に、アメリカの映画として、うん、映画としてまずは初演というか上映されていた作品が今回、その時にそのピューリッツァー賞でしたりアカデミー賞最優秀、作品賞を受賞した作品なんですけれども、そちらの作品が今回舞台化ということで日本で上映されるということで、すごい注目が集まっている作品となっております。はい、そうなんですよ。で、はい、聞いたところによると甲子君映画は見たん、あ、そうです、見てるんだよね。そう、あのすごいこの見たことあるんだよね。はい、すごいテーマがその人種差別とかいろいろな、うん、何でしょう、こうわだかまりといいますか、そういうものがあるんですけれども、まあ、それがテーマが一つ目、うん、そうですね。でもハートフルな、なんて言うんでしょうね。そうね、主人公はあれでしょ、はい、その黒人 の、 その運転手の方 と、 そのユダヤ系の未亡人の女性の2人の、物語なんですけれども、 その女性がすごい強気というか受け入れがたいというか、なんかこうちょっと固い感じなんですけれども、この運転手の方がすごい、なんて言うんでしょう、楽観的で、すごいこうハートフルと言いますか、何でも来てっていう感じで、どういった化学反応を合わせ出るのかというか、でそれで、はい、その主人公の女性がどう成長していくかというか、変わっていくかっていうのはあれでしょ、はい、そういう作品なんですよね。それの舞台化ということで、はい、じゃあぜひ楽しんで来てください。はい、ぜひ見に行っていただきたいと思います。はい、以上、お楽しみプレステージのコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。皆様からのお便りお願いいたします。メールアドレスは、はい、info@plus-vox.com、 メールアドレスは info@plus-box.com、 セカンドベースまでお待ちしております。はい、はい、ということで、どうだった今回前回のさ、はい、ラジオの放送でさ、まあ、次は、まあ、勝手に俺がだけど、はい、じゃあ楽しもうっていう話になったじゃん、はい、今回は楽しめた。楽しいですよ。なんか、うん、なんかいろいろ今回結構お楽しみプレステージとか結構盛り盛り確かにね、お伝えさせていただいたので、ね、だって楽しそうに喋ってたもんなんだろ う、 そうプレステージで ここを見たいんですとか、ここはすごい、そうなんですよ。前よりというか、ちょっと失礼な言い方になっちゃうのかな、前よりも、まあ、前回よりもね、そうそうそう、前回よりもすごいこう気持ちを込めて伝えられたかなと思いまして、前回どっちかというとさ、その、うん、緊張しちゃってなんか閉じこもってた感があったよねあ、
やっぱりそうですか。なんか、発信しようという感じじゃなかったもんね。そうですね。今回さ、本当にリスナーの皆様にそのこれを見てほしいというの、はい、思いじゃないけどが伝わったかなって僕はちょっとなんだろうこれ、そうですね、うん、すごい偉そうだけど。次はもっともっともっと上にねやっていきたいと思います。はい、ということで、はい、そろそろ、締め、それでは、はい、セカンドベース、まあ、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います、はい、この番組のパーソナリティは僕安田雅史と的場浩司でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。